温厚そうで人を襲わないように見えるロバ、しかし実は人の命を奪うことがあるんです。どうも皆さん、夜と申します。このチャンネルでは生き物の話題について語っています。今回は人を襲ったロバの事件についていくつか取り上げていこうと思います。人を2回襲ったロバ。2020年8月、メキシコオアハカ州のある村で事件を起きました。81歳の男性がロバに噛みつかれ命を落としました。男性の家族はロバを処分することはなく、別の人に譲ることとなったそうです。そうして79歳のファンという名前の男性にロバが譲られました。ファンさんはロバを荷物を運ぶ家畜として育てていましたが、2022年2月、また事件が起こってしまうのです。ファンさんが仕事を終えて帰ろうとした時、ロバはファンさんを襲い噛みつくのです。しかもそれは一度ではなく、何度も何度も噛みつかれたそうです。異変に気がついた隣人が通報し、警察が駆けつけると、そこには重傷を負ったファンさんの姿があったそうです。その後病院に運ばれましたが、ファンさんは心臓発作を起こし病院で息を引き取りました。この後ロバがどうなったか不明ですが、処分する予定だと家族が語っていたため、もうすでにいないのかもしれません。逮捕されたロバ。2008年5月、メキシコ南部チアパス州の牧場の近くでロバが2人の男性に噛みつき逮捕されました。被害者によれば、ロバは急に63歳の男性の胸を噛み、救助に来ようとした52歳の男性を蹴り、足首を骨折させました。警察は暴れるロバを制御するのに6人ほどかかったと述べています。ロバは暴行の罪で3日間刑務所に入れられました。実は人間以外を投獄することはチアパス州では珍しくなく、収穫前のトウモロコシを勝手に食べ、自動販売機をぶっ壊した牛や人を噛んだ犬が牢屋に入れられたケースがあるそうです。男性を襲った2頭のロバ。2013年、ハンガリー西部のある村で事件は起きました。農場で倒れている男性が発見されました。発見した農場経営者は警察に通報してましたが、すでに亡くなっていたそうです。男性は当初狼に襲われたと考えられていましたが、検視の結果2頭のロバに襲われたことが原因と判明しました。男性はバイクで別荘に向かう途中に襲われたとされており、ロバが自分たちの縄張りに侵入したため襲ったのではないかと言われています。しかしなぜ男性の命を奪うまで必要に攻撃したのか、原因は未だに分かっていません。女性を食べたロバ。1983年5月18日、ケニアのキツイという村で事件は起きました。一人の女性はロバを連れて川へ水を汲みに行きました。女性が水を汲もうとすると、女性の足をロバが噛みつき食べていたそうです。その後ロバは女性の手も噛みつき食べ始めたそうで、女性の悲鳴を聞いた通行人が三頭を持ってきてロバの頭を跳ねたそうです。女性は病院に運ばれる前に息を引き取りました。ロバは草食動物のため普段肉を食べませんが、極度にタンパク質が不足すると肉を食べることがあるそうです。いかがだったでしょうか。ロバに襲われた事件、めちゃくちゃレアなケースで、ロバが人を襲うことは多くありません。そのためロバを必要に恐れる必要はありません。でもロバに会ったら怒らせないようにしてくださいね。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。